パクって食ったんでしょ、うん、ちょっと前に。ハロー YouTube。 もう泣く子も黙る釣りの伝説、はい、レジェンド村田はじめさんが今日釣りビジョン出てくれて、大変でございますよね。はい、あのこれから一緒に釣りに行くんじゃないの？え、行きたいっすよ、ね、でも全部村田さんに僕の釣る魚釣られちゃいますね。あ、ちょっとだけね村田さんね、はい、あのよく村田さん映像で、うん、あの、まあ、缶釣りでも海でもどこでもいいですよ、うん、あのはい、取り始めます、うん、今じゃあこここういう場所ですね、うん、さあ投げてみましょう、こうやったら釣れますからね、投げますよ、はい、投げました、巻きました、はい、釣れたって、うん、あれ実は、うん、10回20回って同じ下りを取って、あれ本当に一発釣りなんですか？もう今あそこに食うってのが見える、あいつは食うなってやつ。それ魚見えてるんですか？え、見えてる。だからいろんな釣りがあるでしょ、はい、だから例えば寒月岩の場合、魚をプッて言って、あいつのあの目、あの目は絶対食うっていうやつだから、それが分かるじゃん、で例えば顔見て釣れる魚が分かる。例えば、うん、例えばシーバスだとするじゃん、はい、でこうずっと普通に攻めてるとするじゃん、はい、そうするともう次に投げる前にあいつ食うっていう、うん、例えばクロダイなんかさ、はい、あ食うやつと食わないやつってなんとなく分かるわけよ。分かる。だからあれ食わないの、だから食わないやつのところで前にね、さあいよいよですねって言わないから、ああ、はい、だからそれの時にはたまたま食ってくれるから、うん、そうじゃなくてこれはこいつは食うぞっていう時、うん、はあ、なかなかねこのぐらいの大きさにするとちょうどいい、この辺がいいんですよ、うん、ほらねってなるわけでしょ。もうね、もうね、もう魔法、おかまり、おかまり何話してんのかなと思って村田さん曰く、はいはいはい、魚を見ると、そこにいる魚を見るとあいつは食う魚か食わない魚が分かるんだって、うん、何で顔どういう顔、まあ、なんとなくこう、こいつがこう動いたとかああ動いたとか、魚によって全部違うけど、それがなんとなくやってくると分かってくる。僕にも分かるようになりますか？俺昔ローランド・マーチンっていうね、はい、バスプロの本当に神様と言われる人と一緒に琵琶湖で釣り合ったのよ、はい、その時にもうあの俺が船でバーって全開で走ってる時に、はい、あこのワンドは釣れるね、ここは釣れないね、うん、ここは釣れない、ここは釣れるぞ。それってだってその地形っていうか、そのワンド、俺はその3日前からそこの釣り場に入ってたのよ、うん、で俺はずっとやってたから、ここは釣れるけどここ釣れなかったっていうのが分かってるわけ、はい、うんって言ってローランド・マーチンに、でなんでそんなのが分かるの、君も10年すれば分かるよって言われたけど、5年目ぐらいに分かった、うん、あ、そういうことね、分かるんだ、分かる分かる、分かりたいな、ね、あの5年後アメリカなんかですっごいこうシーンと静まり返ったね、はい、ところやっぱりバスをやってて、はい、野池がいっぱいつながってるわけですよ、はい、そうすると、あ、ここ食うっていう匂いがある、匂い、うん、で、こっちは食わないっていうのが分かる、ね、なんでっていうとね、うん、匂い、つまり何の匂いかっていうと魚臭いの。バスが他のベイトをバクバクって食ったんでしょ、ちょっと前に。だから魚の匂いがプーンってしてくる。それ本当にするんですか？本当にする。それだからほら海だとさ、あのイワシの鱗がキラキラキラってなった時あるじゃん。あるあるある。食ったばっかしでっていう、うん、お、この辺にいるんじゃんっていうのがあれと同じようなこと。だから風があったら分かんないよ、風があったら分かんないけど、シーンと静まり返った朝もやの中、うん、なんか、うん、あ、ここ絶対行く、うん、って言ったら、そこの中の一番美味しそうなところ投げればいいじゃん。だから一番美味しそうなところ投げる前に喋りに入る、喋ってで、こう投げます、うん、はい、釣れたっていう風になるんですね。だからそれはだから元々ここで出るなっていうのが分かるわけでしょ、なんとなくだよ、うん、確実に全部なあの分かるわけじゃないけど、うん、そこでもってなんとなく分かってくるか、そこでもってここで今喋るところっていう。ちょっと YouTube 見てる人、村田はじめさんの映像いろんなとこあるからね、マジですごいからね、ちょっとなんかいいの見つけて、あのなんかあの備考欄詳細とかのところに、ね、ちょっとリンク貼っとくから、それあのみんなちょっと見て、村田はじめさんマジすごい、あの釣りビジョン、釣りウェーブ、ご出演いただきありがとうございます、はい、ありがとうございます、みんな見てくださいね、はい、村田はじめさんでした、はい、行っちゃった行っちゃった